はい、手のひら、ゆうがと、もみぬき、いかがです <laughs> 皆さんどうも、ご <laughs> きげんよう<ー>うん、はい、本日は、はい。 フリートークでございますこの前もやったけどなはいまあ、フリートークという、うん、なあ、ことを前に突き出しといて、はい、話し,したいのは、ザ、はい・グレイテスト・モーメントのことでございますよ <laughs> そうですよ <laughs> あの、以前、グレイテスト・モーメントの、はいまあ、月組 A バージョンを観劇させていただいた感想っていうのは、以前喋らせていただいてるんですけれども、はい、今回はね、あの、二人して配信を、はい あのー、全て見ました。ど <laughs> <laughs> うでした配信で初めてご覧になった手のひ優ゆうが。もうね、やっぱりね、ほんと100年、うん、歴史あれ、あれ、なかなかあんな見られへんくってさ、ほんと見てよかったと思う。価値あるよね、あれは価値あるよね。本当になんか、うん、もうね、なんやろうね、もう熱いオーラと愛がそ<う>で打ちのめされるよね。 じゃそうでしたねかあの気になった方とかいらっしゃいましたもうぜひ見ましたけれどもそうねえっとさっき言っていいのもちろんでございますセラジュンさんはい来たもうね私もあんまり朝子さんの時代を見てないからさ余計になんやけどね寝てない時の方あこんな素晴らしいこんな方いらっしゃったのかいらっしゃったのかっていうのもあるしさあとやっぱりあの鈴風さんですよねありがとうございます オールバージョンかなではあの言葉にならないこれね鈴鹿さんファンの人にしたらもうう <laughs> ってなりますよねうわってこの歌を歌ってくださるのっていうメモリーズ・オブ・ユーの中の曲なんですけれども歌ってくださりあさこさんはあさこさんでさ、はい、もうやっとあのさ「何見せられてんねんのらてん」の場面見てもらえてよかったわ。 すごかあたねあれ綾乃香美様とラブラブすぎて私は大興奮だったんですけれどもキャッキャ言ってましたよ本当にすごいよすごいよねで朝子さん今回本当大活躍されていましたし「ビル」を歌って「ミーイ」とかも歌われてたりキリアさんと出てる時なんかさ「バンバリー」歌われてたじゃないアーティスト。

ですよ。キリアさんといえばさ、はい、キリアさんとあの、うん、青の雪様が出られてた会の時に、きね、お二人で、はい、あなたこそ我が家スカーレットピンパーネにも伝われてたでしょう。よかった。もう感動せえなかった。感動やった。 なんかさあのあのお二人は本当に落ち着いたカップルで、うん、あの本当に永遠に愛を誓ってお二人ですごいいい家庭を築いていくんだろうなっていうのが見える感じのカップルであさこさんと愛の香みさんは、うんうん、ああちょっとまだちょっとこの人この人浮気せえへんかなでもこのこのちょっと俺様が女の人に惚れて <laughs> うんいいカップルっていうちょっとあのまだあの若い感じの そうね。その違いが見れてすごい良かった。そうよね。良かったよね。すごく良かった。本当に。他にも、まそうカズホさん出て出しあったり、懐かしかったね。懐かしかったね。あの総さんはね、あの私たち結構追いかけてたタイプだったので、そうなのよ。あのアユチさんをね、マラカイさんのファンだった二人なので、そうなの。お相手役の総さんはね、もちろん大好きでした。忘れてはいけないのがよ。忘れてないよ。ミキマヤですよ。 ミキマヤいやでもね、あの、今までミキ様を知らなかった皆様が、この度のそのクレディストモーメントを見て、何マヤミキさんって何ってなって、落ちてる方が結構いるのよ、私の周りで。ミキさんって何なんですかって。めちゃくちゃかっこよくないですか落ちるよ、あれは。あれ落ちるよね、落ちるよ。正しい図鑑歌の反応よね。そうよ。ミキさんのパラディスト見ました見たみんな。本当。 もう。そうか。怖いよね。な、ヤミきやったよね。ねやっぱり。やったこ。こう<高>。やってます。それは、ご健在でございましたし。ご健在やった。うん、なんやろうね、やっぱもう、体にきざりが染み付いてるやろうね。ヤンさんとかにも、すごくいじられてましたけど。いじられてたね。もう匂う,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 う、匂う、匂う。あ、ねえ、言われてたけど。 ミキャリーとかとかさん,ともうなんかいろいろ立ってくださってさ、うん、私あのヤンさんとのあの「うん、タッタたタッタッ <laughs> <う>たッたタッタッタッのファンシータッチのフィナーレナンバーね、うん があるんですけど、それを結構そのまま再現してくださってたもんね。で,ねで、タモ様とマミ様を従えて、はいはい、なんか見れると思ってなかったものが結構見て,て。<う>サードビジョンだってそうじゃない?。そうですよ。そうですよ。以前でメガビジョンのサードビジョンがすごくいいっていうお話をさせていただいてるんですけれども。あの、アンジュ皆様のサードビジョン。あれを踊られるんやで。素晴らしい。すごかったね。すごかった。 本当昔を知ってる方はもうとてもとても懐かしいっていうものがたっぷりでしたしまたあのね昔を知らない方でもあのうわーこんなんすごいなって見ていただけた作品だったんじゃないかなってすごい思いましたすよね合計4回見たじゃないはいそううですよもうさ高匠巴様のさ「さ、うん、チェータングチェー」チェーっていうやつが、ね、離れないんですよ。<laughs> 大好きちっとモノマネしたやろ。ちょっとだけ、ちょっとだけ。似てた、似てた。似てたうん、似ていや、もうね、高塩智枝様すごいわよ、やっぱり。平さん、最高ですよ、本当に。私、もう好きになっちゃった。なんか好きになってさ、なんか帰ってから見たとか言ってんかったあの日、バラ一輪見ました。本当は琥珀見たかったんですけど、琥珀がないやと思って。かっこよかったね、独特の雰囲気。ねうご御所感。 もう、でんとして、でも、歌唱力。そう。そしてさ、もう、毎回のトークがめちゃくちゃ面白いじゃないトークがもう最高やった。今の宝塚歌石団って <laughs> チンピラ組組長って。そんなことおっしゃるんですよね、あんなかっいいのに。めっちゃ面白かったね。ねあのギャップ。ギャップがね。で、あの、歌子さんにあなたおしゃべりなさいって言いながら、どん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 、ペン様がこう、斜めでこう、出てきはるんですよ。<laughs> で、結局、しゃべってらっしゃるっていうのが、あー、もう、そう。 もう自由だわーってやあれ一番いいのはさ、うん、あんなペア見られへんっていう人がさそうよね,ね見れる<の>っていうところがさそれこそ愛香美れさんと、うん、若葉ひろ美さんが組んでらっしゃって「あの夜明けの序曲」のね、うん、一場面やっていただいたり。そう すごいよね。ねそんなんて想像もつかへんもんね。なんかこう、並んでるだけやけどさ、なんか鈴風真世さんと玉木亮さんがさ、隣にいらっしゃったりさ。なんか不思議な感じよね。不思議。でもね、き組をずっとつないできたスター様たちたちものね。ねって思うと感慨深いよね。感慨深いわ。ほんと。ほんとね、あれ飽きなかった。ねまだ見たいもん。まだ見たいね。私もずっと私の中であの、ペイさん歌ってるから。 お布団履いて寝ようと思ったら、チちいってくるね、<laughs> もう。おお、おべえ様が歌ってる。いや、もそれぐらい印象すごかったんですよ。印象すごかっ,か,っかった。かっこよかった、ね。ああ<ー>、かっこよかった。ねえ。で、もちろんね、あの春菜ゆり様、うん、あの二十日でじ様、あんなじゅん様っていうレジェンドの方たちも。そうん、う普通にし あんなジュン様のね、アマールアマールとかも増えたね。すっごいうまかったね、やっぱりさすが。な、うんなんやろうね,ね。素晴らしいですよね。美味、うん、しいね、二回二ね、二回でもいいからさ。みたいね。みたいよ。もっとみたいよね。みたい。もっとペイんの歌聞きたい。<laughs> <laughs> もっと聞きたい。もっと聞きたい。もっといろいろ聞かせてください。<laughs> いまあもちろん金メさんもですけど、ミキ<え>さんもですけど、ミキさんだってレアすぎるからさ。本当やー。 ね、ね、いや、ミスさんさ、なんかさ、なんかね、そう、髪の毛がね、一回ピンピンってなってはったよね。あのパラディスを歌いながら、そう、で、なんか、それ、指一本でね、なんか、こうやってはったんですよ、ね。何しては、私は何してはんのかなと思ったんですけど、髪の毛はねての直してて、手のひらが見つけてて。で、こうした後に、<え>なんか、ました。<laughs> ちょうどましたっていう歌詞が、なんか、あったんですよで。こう、こうやりながら、なんか、こう。 でやるのがあうリー君さん、なん <laughs> だ今の何ってな途中で顔こうおってさ、え何だこれこもうめっちゃかっこいい。そんなんできる人いませんから、もう本当に、んあんだけナチュラルに、本当ね、うんうん、もう本当あの D V D がね全バージョン出るのを私は期待をしたいです。 出ると思うよ。こんだけ半句よかったやん。もう。買う。から出し、ぜひ、ね、出してください。よろしくお願い致ししお願いします。素晴らしい公演でございました。ありがとうございました。ございましたそれでは、てのひらゆうがと。もみのきひかるでございました。はい。ありがとうございました。うとの最高でした。最高。